今日はいい感じの富士山です。おはようございます。おはようございます。現在は7時13分、はい、朝のニュースをやっておりますけれども、うん、今日は久しぶりの密着ですんですけれども、はい、噛みました。今日はどんな感じですか？今日はお台場に立ち会いで先生が撮影協力してくれるっていう人を見つけてくれたので、はい、今日はその撮影とお、まあ、シェードテイクと、はいはい、同時にやっていきます。もろもろやってくるわけですね。はい、なんか雨が降ったみたいですけれども、はい、都内の方は雨予報でしたね。ですよね、はい、事故だけはないように。うん、そうですね。はい、はい、それではこれから東京に向かいたいと思います。行ってきます。サービスエリアに寄ってきます。多分いつものやつです。髪型いいですね、本当。いや、本当っすか？さっぱりして、YouTube 映えしますね、これは。そうっすね、YouTube 映えするカットです。CM 来るかもしれないですね、これ。翼を授けるの。翼入りますから。そういう CM ですよね。そうっすね、確かに。あの絵が幸之助になるかもしれない。ああ、うん、知ってほしいですね。翼を授けるね。いつもなら大きい富士山がここから見えるんですけども、霧で見えません。おそらく事故で止まっております。渋滞中。大井松田バツがついております。これは困りました。もうダメです。大渋滞。なんか真ん中が動かないのがちょっと怖いですね。そうっすね。あー、最低だ。止まっちゃいましたけども。やられましたね。やったー。大丈夫かな。月曜日から自己渋滞です。早く抜けたい。ようやく渋滞を抜けました。はい、車がひっくり返ってましたね。ひっくり返ってました、単独で。年末はこういうことが多くなるんで。そうですね、やっぱこう明日はバカみじゃないですけど、はい、気をつけないとダメですね。気をつけないと。玉内さんも寝てたから。危なかったんですけど。本当に安全運転で行きましょう。はい、先生待ちです。お疲れ様でした。お疲れ様です。なんか3時間ですか？長かったっすね。長くかかりましたね。はい、まあその分いいものを作るということで。そうですね、いいんじゃないでしょうか。はい、そしてはい、今回のワンセブンライブ、ワンセブンライブですね、やってる方で、はい、顔出ししてもいいよということだったんで。そうですね、とても助かっております。もう最高でした。いいですね。はい、なんか結構バイタリティのある、うん、こう若さ、うん、若さ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 、なんだろう、この若いパワーをフルに生かして、うん、それをこう人生に反映させているような感じの、うん、すごいいい感じの女性でしたね。いや本当に4時まで飲んでたって言ってました。2時まで飲んでて、あ、そっかそっかそっか。でワンセブンライブで2時間で、毎日2時間はやるって決めてるみたいなんで。そうですね、
あ、今度あれコラボしてもらいましょうよ。どういうなんか僕が多分迷惑かけちゃうと思うんだよ全然喋なくて全然喋れないのに。そうなんです返しも変だし今日はもう東京終わりですか。今日はもう終わりで帰りますね。わ、はい、かりました。はい、あの本当に行きは事故があって。そうですね、車がひっくり返ってたんでね。びっくりしました。やっぱそうなっちゃいけないんで。はい、はい、安全運転で帰りましょう。帰りましょう。今どこ向かってんすか。タミヤに新橋の、はい、タミヤファクトリー。タミヤファクトリーって言うんですか。タミヤファクトリーだったかな。この前富士にパーツを買いに行ったら、うん、売ってなくてちょうど良いから。そうっすね、ちょうど良いから新橋のタミヤに寄って行こうと、はい、いうことで、はい、ちょっと寄ってきます。はい、タミヤプラモデルファクトリーです。タミヤオープロ、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。タミヤから、はい、なんとか脱出してきました脱出ね思いのほか大量に買いましたね。そうですね、本当になんかまたうわー買っときゃよかったってなるのが嫌で。ああ、左方向です。総額いくらだったんですか。1万7000円です。ありがとうございました。じゃあこれから、うん、いつものことですね。いつものラーメン、いつものいつものラーメン行きます。はい、前向きましたね。そうですね、メインキャンプつけ麺っす。おー、どうっすか。うまそう。濃厚武蔵つけ麺いいっすね。じゃあお願いします。いいっすか。はい、いいっす。ツル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 か。はい、お願いします。前よりはうまく言えるんじゃないですか。カツオだしの風味が、はい、濃厚っす、めちゃめちゃ。その麺のコツちょっとちょっとだんだんまとまってきましたね。チャーシューもいい。はい、お願いします。うん、うん、うまい。チャーシュー難しいっすね、表現がいいですか、こっちの方。そうですね、違う種類が、はい、見てみます。はい、何種類もあるんですね。そうですね、2種類。うん、こっちの方が、ね、分厚い。いや、見りゃ分かりますよ。大丈夫です。もう大丈夫ですもう大丈夫。はい、さっき反応がやっぱちょっと薄かったですよね。本当っすか。自分的には瞬時に返してるつもりだった。あ、その反応の部分で言えばそんなにわからないんですけど、はい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 、その返ってくる内容返ってくる内容、内容がなんて言ったね、薄いというか眠いんだろうなっていう。ああ、うん、もう大丈夫なんですか。大丈夫です。もう、はい、まだまだあるんで。そうですね、まだ海老名来てないんで。そうですね、まだただこの先渋滞してるかもしれないんで。足柄渋滞5キロって書いてあります。なんと。ああ、ちょっとその辺りで多分また来ると思うんで、はい、あの盗撮したいと思いますちょっとですね、これ本当はすごい眠たい顔の幸之助が実はこのうわー、ちょっと映った。あ、ちょっと映ったなんか光が反射してる。あ、後ろの車のヘッドライトだ。そうですね。あ、すごい眠たい顔の幸之助が実はいるんです。そうでした。自分じゃ分かんなかったですけどね、はい、まあ、あとちょっとですから、はい、
今5時35分ぐらいですか。そうですね、新富士インターまであと 7.2 キロですからね、うん、安全運転で行きましょう。頑張ります。はい、着いた、信号待ちです。はい、ようやく着きました。はい、危なかったですね。そうですね、もうだって本当にマジでガガガガガガとかって下のライン踏んでますよ。そういう時もある。そうですね、はいはい。さあ、じゃあ今日も一日これで終わりではないんですよね、うん、はい、まだこれから。そうなんですよ、打ち合わせが、打ち合わせがあるんで、あってそこに行かなきゃいけないと。はい、なので先に田町はもう降りますけれども、はいはい、本当に気をつけて帰ってください。はい、じゃあ今回も成功ということでよろしいでしょうか。そうですね、大成功っすね。はい、それでは皆様またお会いいたしましょう。はい、また次の動画で。ありがとうございます。